どうも、ボビーアートレザーのボビーです、ねえー。今日は11月10日ですかね、うん、の第70回です、70回、ね、70回のですね、えー、ライブ配信になります。それではオープニングボビーをどうぞ。ちょっと待って、あれ。 どうも、ボビーアドレーザーのボビーです。今日もですね、えー、ボビーアドレーザーの、えー、大阪のですねアトリエからですね、えー、ライブ録画っていうか、ライブでお届けしております。ねえー、今日も大阪は秋晴れです、ね。朝晩はかなり冷えますけどね。でえーとですねえー、ずっとですね、絶賛、えー、スタッズをですね川ちゃんでね。 えー、打ち込んでですねカスタマイズをやっておりますねほぼほぼね打ち込みましてもう今手元がですね大概えらいこチになってますね今日はえー、そうですねそう70回ね 七十ってのはいやなんか僕ならまあセブンティーズっていう感じのねやっぱりロックファッションねこういう感じのおーオーベイアドレザーって言ったらですねこういうですねセブンティーズなスタイルですね、えー、ロックファッションのねカワジャンからあ今もまあは被ってますけどボハットやらなんか諸々ねえかこうものすべてで <laughs> やっぱセブンティーズのロックっていうのをね軸に。 えーまあ、エキゾチックレーザーとかいろいろ構成して、ねえー、やってます、ねえー、制作をしてます後ろの方にもこちらだってあるでしょ、ね、でまああのー、今日はですね、えー、まあそのずっとね作業制作をね続けてるんで,で、まあ、今日はちょっと工具の話をね してみようかなと思います、ね、あんまり興味にな,れないかもしれんけど、まあちょっと付き合ってくださいね。あのー、これ、スタッズって言ったらですね、えー、とね、これどう見したらいいのかな。これ見えますこのこうち小さい、小さい。これまだ小さいでもこれあれですよ。あのー、粒はでかい方ですよ、これね。うん、こ,のこ,のこの弾丸の。 ようなね、えー、形の今回使っているのがそ,そんな感じですね。大体こう丸いやつとかあなんかピラミッド型のとかね、えー、多いですけどね。まあ,あ僕のところだったらあのヘビーメタルがねあの中高校ぐらいに流行ったんでモトリクルとかね <laughs> 使ってますあのこん使ってますけどねここ。こんな感じで爪がこう二つついてるわけですよ。これアメリカ製のね、えー、ものですけどもね。 でこれをですね、えー、爪をですねこう刺してキュッとこう折りたたむわけですねでまあそれで固定するんですけどねあ、まあ、ベルトとか、まあ、レーザーのもんにはね、えー、相性抜群ですねうんもう僕も,うもうあの最初はですね、えー、スタッズから始めましたからねレーザーやってますけどもともとスタッズで、えー、いろいろデザインしたいないうがあってでですね、えー、まあ 当時はですね、ま、え、あ、ー、ちょっと柄とかそういう細かいものがあるときはですね、全部あのパソコンでですね、データ作って、それでこうお爪のですね、この <laughs> 穴のこうニネスだあるからこれこれ測ってね、ちょんちょんとこう型紙にですね、穴開けて、であのトレースしてて、でまあそれを上からこんこんと、当時はですねこう、こういうのを使ってました。 あの周りでそういうのはしてる方もいなかったしで <laughs> 当時はあの、まあ、どんな趣味なのやってるのかなと思って僕の中で当時やってるのねこれですよ、ね、こ,こ,これでですね、えー、当たりをつけてですねで小槌でねこう打ってたわけですよ、コンコンと。<laughs> あの2 2個ね で、えー、ペンチでギュッとやって,るってったんですけどしてたんですけどもしてたんですけどね、うん、でのっそこからですね、えー、幾分時間があ年数がかかってですね非常に便利な <laughs> の工具を見つけましてですね、えー、それ以来はですねこの名前は工具の名前はちょっとよう分からないですけどマ、まあ、まあスターズのね こういうふうに、えー、こういろんなサイズのがあるんですけど、こう二股のようなこのね、この鋼のね、こう二股に分かれたあやつですね。これを打ち込むわけですよ。で穴二つ開くでしょ。ね、これで二つ穴開いて、そこにこの栓をですね、えーどう、どうやったらピント合うかな。これをですね、えー、刺して。 でこう、一個ずつ止めていくんですけどね、うん、<laughs> まあそれをえ延々とねこうやりながらねまあ、手でほとんどもう僕はあの、えー、細かいやつはあのペンチでやるんですけども、えー、今回のまあまあこれくらいのうーこれくらいのですね、えー、ね、これくらいのもんでやったらねなんか、8ミリぐらいやるんかなそれやったらもう。 突き出たね、あれにもよるんですけど皮の,の厚みとかまあ革ジャンとかで薄いんでもうあの指で押し,押してっていうかであ,あとペンチでキュッとやるんですけど、まあ、今回の場合はですねこのちょっと尖ってるんで先っちょがそれかあのこう先端がねあのこうドームみたいになってるんで、えー、キュッと止め,止めづらいわけですよ。<laughs> で あのまあほとんどの指で押さえたりあとペンチでねこういうこういうやつでね挟んでキュッてやってね <laughs> え黙々とやってます <laughs> ねまあそんな感じでですねそれを繰り返し繰り返してまあこれまでもいろいろやり方試しましたけどねただまああのこ,れこの工具もねまあそこそこのこの そこそこするんですけど価格もねで実は何個かお釈迦にしました、うん、これあの,あのなんていうのスターズを止めるものにもよるんですよ相,相手っていうか川にねエイの,の川ねあのー、まあいろんなお客さんのねえー、のお のオーダーのご要望をいただいてですねいろんなこううんこれ難しいなっていうまあそれもなんとかやってるんですけどその中でですね、えー、割とこうちっちゃな粒のスタッズを埋め込むのがあってそれがその埋め込む相手がですねエイ、えー、の皮やったんですよねエイ、えー、スティングレイですね。 えー、もうそこに今スティングがあるんやけど、えー、ちょっと撮っていこうかな、ね、あのちょっと待ってね、えー、ちょっとお待ちくださいねよいしょねえー、ちょっとモニターの音声のモニターを聞くのにね、えー イヤ,ホンイヤホンしますよねでこれがですねあのエですよ、うん、スティングレイ、ね、これこれはまあ連石 A っていうんですけどねこれがですねあの皮というよりも,もうほ骨というかカルシウムの粒々なんですね、うんまあ、ちょっと、あのー、マニア向けな <laughs> 感じですけど。 でこれ非常に相手がまあ骨,に骨みたいなものなんで硬、まあ、いんですよ。ね、で表面が硬くて特にこの白いとここれはもう厚みもあるしね、うん、そこにそこをですね開けてやるんですけどあのこ,の、ね、こ,うこういう工具のねこれまあまあはかないんでですね、えー なんていうの抜けないっていうかあのポキッといっちゃうんですよね片方うがね、うん、それで <laughs> あのえーまあ、まあこれの例えばまあこれを陰寧に使うわけですよ内側にねほんでまあその上に、えー、レザーをですね、えー、こう置いてねでまあこ,これも貫通させないかのでね、うん えそれでですねえ何本かですねお釈迦にして <laughs> え非常にえ難儀した記憶がありますけどねまずその分ねえまあえそれはもう作り手のこちらのね都合なんで <laughs> ねあのそれはですねえまあねゴールはですねお答えーオーダーいただいたご要望にえ答えたそれ以上にですねお返しするというかあのね おーってね喜んでもらうことがですね、なんか打ち合わせ、上回る常に僕らもハードル上回る中で <laughs>、それでえ非常にえ喜んでいただいてですね、報われたというか、そんな経験がありますね、うこういう工具をですね僕はまあ使って、ですね地道にですねえコツコツ入れてますね。で、コメントをいただいてますありがとうございます、ね。 お昼休みのね、世話しない時間に、ありがとうございます。ね、食事しながら、あ、見てくれてるんですかね。あ、宮城さん、ありがとうございます。こんにちは。うん。今日は運良く見れています。ありがとうございます。ね。えー、あ、うん、わかりました。あ。いろいろ分かってくれるですね。ありがとうございます。ね。えー、いろ,いろね、あの、お昼休みの時間もですね、プラっとね、こう、覗いてくれたらなと思いますしね。まあ、あのー、今日で七十日連続ですよ。九月二日から始まってね、七十回でね。 え何百円でもこう内容はねこの,この薄口な <laughs> 配信になりますけどもまあ薄口っていうかまあライトなっていうかねうんまあまあ,あの台本もなしの <laughs> タイトルも寸前でこ配信する寸前であ「今日何しよう」とかでパプッてねやって何の企画性もないあれですけどもねまあだけどおこれもですねえあのボビー・アトレザーとおーね この見てくださってる方とその、ね、時間をつなぐ大切な時間あのものやなと思いますしねその中で、えーね、なんかこうハッピーになれ,なれたらなと思いますしねあのいろいろ写真も用意したんで昨日はあここまでねスターズの先のスターズですよ。 ね、この話でやってますね。で,、まあ、であれからですね、えー、放送終わって、えー、とりあえずね、今朝まで,で,で、まあまあ、この配信する前まで,で、大体こんな感じでね、えー、埋まっていってますね。はい、ねこんな感じですよ、ねあの。これでステージ映え、ね、してもらえてですね、えー、これでライブイベントがね、えーで、ライブパフォーマンスがですね、えー、最高のライブパフォーマンスがあできたらなと。 ね、そのお手伝いをね僕らさせてもらってますんでね僕とかね、うん、なんかあこれですね、えー、ステージでですね、えー、スポットライト浴見てですねあのキラキラって光ってくれたら、ね、ほんでそのお歌い手さんのですね、えー、シャウトがですねお客さんの、えー、心に刺さればあまあそれでまあ僕のミッションは完了ですね,ねなんかなんか嬉しいですねそう,そうなってくれたらねでまたあなんて言うの、えー、その活動がね えー、またこういろいろキャリアを上がっていってくれたらあの思いますしね、うん、でまあねそんな感じで、えー、やってます <laughs> 今日もねこ,れをこの放送終わったらですね続きをですね <laughs> えー、ねコツコツやっていきますけどね でまああのーまあ、こんな感じですね今、まああのー、やってますけどねまあ,あそうそうでまあちょっとしたお,お知らせっていうかで今はあのー、キャンペーンのお知らせね、えー、ボビー・アトレザーのねこのウェブショップねえー、みんなねいろいろ覗いてくれたりしてますねえー、リップロールとかですねえー、まあハッ,ト、まあ、ハットのオーダーとかねここでえー、できますんでねあのー、このこれを機会にですねえー、ぜひねえー ご予約いただければ幸いです。ね。チャンスですね。あ、そう、本当、クーポンがこう出てましてね、この、僕が使ってるサイトがですね、ベ a スっていうショッピングサイトをね、利用してるんですけども、5年ぐらいかな。 うん、今なんかそのすごくこのね、あのー、今年になって、えー、それを利用されてるとこ多いんでしょうね僕の周りもベースを使ってですねショッピングサイトとかねされてる方も多いですねミュージシャンの方もそうですし大体、うん、ミュージシャンの方か知り合いとこの同じねあの川の。 レーザー業界のお友達よりもほとんどあの音楽業界のね知り合いのが多いっていうのがちょっと微妙な不思議な感じなんですけどね。うん。でまああの方ともねあのいろいろグッズとかもね販売されてますしね。うん。でまあこの,このクーポンコードはね一回きりらしいんですねだからまああのボビア・ド・レーザーとかやったらまああの値も張りますしね。うん。でも五パーセントね。 オフになったらまあ,あまあふだんはあの割引とかないんでね、うん、もうギリギリでやってますからね <laughs> でまあ,あのご利用いただければなと思いますねこのこ今回のねまあねのまの、あ、サイトでもね、えーあのー、使えるところもあるかもしれませんからねあのその辺はねあのご覧いただいている方のね予防しますけどねうん。 まあそんな感じでですね、えー、今日の、ね、午後もお付き合いいただきありがとうございました。またね、えー、今日もですね、素敵なあ一日をお過ごしください。それじゃあ、またね、ボビーでした。バイ。